カトゥーリ・カルミナは、ドイツの作曲家、カール・オルフが1940年から1943年にかけて作曲した世俗カンタータである。オルフは、ラテン語、ルーディ・スケーニーシという副題をつけた。この作品は主に、ローマ時代の詩人、カトゥレスのラテン語詩を中心に、その前後に作曲家自身が書いたテキストを付加して、作曲されている。本曲は、 トリオンフィ三部作の一部であり、カルミナ・ブラーナとアフロディーテの勝利の間に挟まれた第二作である。楽器編成は、おそらく、ストラビンスキーのバレエカンタータ、結婚からインスパイアされたパーカッションオーケストラで構成されている。約35分。初期の録音では、老人たちによる承認の叫び声が省略されることが多かったが、近年は省略なしの録音がほとんどである。 ゴルフ自身が作詞したラテン語のテキストを含む前奏曲カトルスの死を使用した劇的な物語、そして前奏曲の音楽を回想する短い構想曲の3つの部分に分かれている。前奏曲では若い女性と若い男性のグループが永遠の愛と献身、そして互いに欲情した状態でのエロティックな行為についての非常に露骨な感情を交互に歌う。 オルフ自身が作詞した歌詞には、当時としてはあまりに卑猥な単語、メンチュラが含まれていたため、世界初のトリオンフィ三部作録音を依頼されたドイツの指揮者、オイゲン・ヨッフムは、作曲者にメンチュラを回避した改編版の作詞を依頼し、承諾された。そのため、初期の録音であるオイゲン・ヨッフムのモノラル版や友人、オーマンデ版では、 その改変版歌詞が使用されており、メンチュラを採用したレコードに付加された翻訳歌詞もその多くが空白のまま放置されていた。若者のグループが歌い終わると、老人のグループが永遠の愛などありえない。と人生の虚無について例を挙げながら歌い、性愛の虚しさを歌ったカトゥレスの歌を聴くよう促す。若者たちは、そこまで言うなら聴きましょう。と承諾し、 カトルスの死に基づいた物語が始まる。物語は、身持ちが良いとは言えない女性、レスビアへの恋に狂うローマ時代の若者、カトルスについて語られる。テノールのソリストがカトルスを、ソプラノのソリストがレスビアを演じる。この物語は、カトルスと、人妻であるクローディアの歴史上の事実にほぼ基づいて作られており、カトルスの死では、 クローディアの名が偽名であるレスビアに置き換えられている。カトゥルスは、クローディアとの関係について、多くの詩を書き、オルフはそのうちのいくつかを選び、意図的に並べ替えた上でこのカンタータに使用している。カトゥルスの詩は、現在では、整理番号が与えられている。使用されている歌詞は、おおむねカトゥルスが書いた原詞だが、オーメアレズビアといった歌詞や、 老人たちによる、証人の叫び声などのいくつかの書き込み、第109番の詩に対する単語の追加等が見られる。前述の通り、若い男女は永遠の愛を称賛する歌を歌うが、老人たちによって疑問を投げかけられる。老人たちは、カトルスの悲劇的な運命を連想させる歌を歌い、若者たちを愛という怪物から救出しようと試みる。これらの詩の選択と、 並べ替えは愛が永遠に続くなどあり得ないということを舞台上の若者たちに明確に示すために行われている。若者たちはすぐさま老人たちの忠告を無視することを決心し、カンタータは老人たちの奮劇をものともせず、若者たちの愛す愛ようなの連呼で幕を閉じる。オーケストラは前奏曲と構想曲でのみ演奏し、カトゥルスが歌う箇所では、ソリストは ギリシャのコロスの形式を模したが、圧勝のみを伴う。この作品は、カルミナ・ブラーナよりも多くのリフレインとシンコペーションリズムの導入を試みている。音楽学者たちは、この作品が前作のカルミナ・ブラーナに比べ、なぜこれほどまでに長期にわたりあまり知られて来なかったのかを議論してきた。彼らは、ナチスドイツの崩壊と第二次世界大戦の余波によるヨーロッパの憂鬱な、 感情が原因で長い間、聴衆に提示される機会が与えられなかったからであると結論づけた。ありがとうございます。